はい、今回ですね、GoTo イートキャンペーンをやってみたんですけども、今日からね、私の住んでる広島県にも始まりますんで、10月23日。ちょっと GoTo キャンペーンをね、どのようにキャンペーン取得するのか、クーポン取得するのか、ちょっとやってみましょうか。すごい簡単ですよ。じゃあ画面切り替えます。はい、まずは、GoTo イート広島で検索してます。これはね、GoTo イート新潟とか、GoTo イート千葉とかで、お住まいの地区で検索していただければいいと思うんですよ。そうすると一番上に GoTo イート、私の場合は、広島で出てますよね。こちらクリックします。まあそうすると、こういう風なサイトに行きますんで、赤い方が加盟店登録一覧ですよね。まずここをクリックして、自分が使うようなお店があったら、お、だったら食事券申し込んでもいいよねってことになるんで、こちらの緑の方から申し込みます。今回は緑の方をクリックして始めていきますね。利用期間と販売期間を間違えないでくださいね。それから、売り切れたら終了になっちゃいますから、早い者勝ちのいうところもあります。GoTo イートキャンペーン広島、食事券申し込みフォームをクリックします。そうすると、いろいろ書いてますけども、利用規約に同意するってところありますよね。これクリックすると利用規約出てきますんで、これを読んでいただいて、一番下の同意するをクリック。そうするとチェックマークが入ります。この下の個人情報も同じです。はい、同意する。そうすると2つクリックつきますんで、申し込み用 URL 送信になります。で、ここにメールアドレスを入力して、これで手続きは一旦終わりです。次なんですけども、そのメールアドレスに、GoTo イートからね、メールが届いてますんで、そこの指定 URL をクリックすると、申し込みフォームが出てきますよね。こういうふうに名前を打ち込んでいく。簡単ですよね、もう本当に。こんな感じですね。0915。で、そうすると、年代を打つところが出てきて、性別を打つところが出てきて、申し込みセットが出てきますんで、2セットにして確認を押すと。そうすると確認で申し込みですよね。はい。承諾するになってますよね。はい。お取引開始とお申し込み日の、あ、これね、申し込んだ翌々日から、取りに行けるそうですね。まあ、ですので、今私が持ってるチケットっていうのは、あさってから取りに行けるってことになります。じゃあ、承諾します。はい。申し込み完了になりました。で、ピコーンとメールが来ましたんで、GoTo イートキャンペーン事務局の方から、申し込み完了のね、メールが来ました。これですね。引き換え番号が書いてますんで、これ。このナンバーを、コンビニの、ファミリーマートのね、ファミポートに打ち込むだけですね。うん。で、引き換え期間が10月の25日からになってますんで、2日間待ちましょうということです。それではこのページを印刷して、まあ、全部印刷する必要ははっきり言ってないんですけどもね、持っていけばいいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか？簡単でしょ？ GoTo イートキャンペーンで自分のご自身のお住まいのね、都道府県の、県のホームページから見て、券を申し込んでメールが来るんでそこに入力してでいただいたナンバーをファミマに持っていくということだけです。非常に簡単なんでね、私もこれで今ね3冊目、合計6冊目ですか、2冊ずつ注文してるんで合計6冊6万円分が今手に入ったかなっていうところです。あさってね取りに行こうかと思います。4万円分、3万2000円の支払いです。クレジットカードの決済もできますんでクレジットカードのポイントも狙い目ですね。で本日は以上です。ありがとうございました。